外国人が住みたくない国はアスト10。ああ、早く旅行に行きたいわ。いつまでこんな生活が続くのかしらね。珍しく荒れてるな。何かあったのか？私にだって現実逃避したくなる時があるのよ。それで、海外への移住について調べてたの。霊夢、海外に移住するのか？今は旅行も移住もできないから、せめて気分だけでも味わいたいと思ってね。私は毎日、美味しいご飯を食べられたら幸せだぞ。ほんとマリサは単純ね。人類が地球上に誕生して以来、人間はずっと移動を続けてきたでしょ？旅をしたいここではないどこかへ行ってみたいという欲求は、人間の遺伝子に刻み込まれている根源的な欲求なんだわきっと。ここではないどこかへ行ってみたい。おいおい、なんだか壮大な話だな。その証拠に、海外移住というキーワードの検索回数が、2020年の1月から10月までの間に 29% も増加したそうよ。感染症の影響で移動はしにくくなったのに、検索回数は増えたのか。そうよ。実際の旅はできなくても、想像しながら楽しむ旅行もいいものよね。動かない旅か。ところで、移住先はどこの国が人気なんだ？米フィンテックスタートアップのレミットリーが、検索回数の多かった国のランキングを発表しているわ。これよ。1位はカナダで、日本は2位に選ばれているの。へえ、カナダが圧倒的に多いけど、日本も人気なんだな。そういえばハリウッド映画、マトリックスの最新作にも日本が出てきたぞ。そうね。日本を一番多く検索した国の一つが、アメリカだからね。脳内トリップの行き先として人気があるのかも。サイケデリックジャーニーってやつか。ところがマリサ、ここからが面白いところでね。実際に海外で生活している外国人に、住みやすい国はどこか、逆に住みにくい国はどこかアンケート調査を行ったところ、全然違う結果になったのよ。その国に対して思い描いていたイメージと、実際に住んでみて実感したことが違うってことだな。海外に住む外国人のコミュニティサイト、インターネーションズが結果を公表しているわ。これね。ほんとだ、さっきのレミットリーの結果とは全然違う。この結果は、生活の質、移住のしやすさ、働きやすさ、生活にかかるコスト、コロナ禍での海外生活について、アンケートを実施し、それぞれの結果を踏まえて総合的な順位を決めているのよ。日本はトップ5に入ってないんだな。一体日本は何位だったんだ？日本の順位も教えるとして、インターネーションズは住みたくない国の結果も公表しているから、今回は外国人が住みたくない国ワースト10を発表しちゃおうかしら。なんだか知りたくないような。ヨシハラを決めた。よろしく頼むぜ。皆さんはどこの国がランクインしていると思う？気になる国があったらコメントしてみてね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ワースト10位マルタ。まずワースト10を紹介するわね。ワースト10は、マルタ共和国よ。マルタ？聞き慣れない国だな。多くの日本人にとっては馴染みがないかもね。マルタは地中海の島国で、イタリアのシチリアと北アフリカ沿岸の間にあるわ。公用語としてマルタ語と英語が使われているの。へえ、日本人は住んでいるのか？住んでいるわ。外務省の統計によると2020年10月時点で、320人の日本人が住んでいるわ。おお、結構、日本人がいるんだな。そうね。320人の内訳は、長期滞在者が279人、永住者が41人よ。永住者が少ないあたりに、マルタが移住先としては不人気の理由が隠されてそうだな。そうなのよ。マルタは観光立国だから観光客が多いみたいなんだけど、現地の人からすると海や市街地が観光客で溢れていて不便みたいね。観光地として人気があることと、住みやすいかどうかは分けて考えた方がいいってことか。それから、子育てには不向きだと家族で移住した日本人の方が言っているわ。子供の将来のことを考えて海外に移住する人が多いことを考えると、子育てに不向きな国には住みたくないわよね。子育てのしやすさみたいな情報って、統計的なデータだけだとわかりにくいから、現地の人の意見は参考になるな。そうね。補足しておくと、マルタには、昔から移民の人が多く暮らしているから国際的な感覚は身につくそうよ。ワースト9インド。ワースト9はインドよ。なんでだよ。インドに住めば毎日カレーを食べられて最高じゃないか。まったく、マリサは食べることばっかりね。インドの人口はいずれ中国を抜いて世界一になると言われているわ。日本人はいないわけではないけど、永住してる人は少ないわね。これから成長していく国ってことだな。移住すれば日本の高度成長期みたいな高揚感を味わえそうだけどな。それはそうなんだけど、衛生面と治安の悪さは見過ごせないわ。
インドでは狂犬病で亡くなる人がたくさんいるのよ。至る所に野犬がうようよしてるんだって。うわぁ、狂犬病って犬に噛まれて発症する病気だよな。恐ろしいぜ。狂犬病は致死率100の病気なのよ。それから、水。インドに行った人はみんな、水に注意しなさいって言うわね。うっかり現地の水を飲んでお腹を壊す人が後を絶たないのよ。水は生きるために必須だから、水が合わないと移住は難しいな。そうよねー。治安は、特に女性は注意した方がいいわね。ニューデリーで一時期、女性のレイプ被害が深刻な問題になったの。女性が安心して出歩けないのは困るよな。インドでは長らくカースト制度があったから、その名残で今でも男尊女卑なところがあるのね。特に日本人女性は若く見られがちで、狙われやすいから注意した方がいいわ。ああ、若く見られるっていいことばかりじゃないんだな。まあ、そういうことね。ワースト8位トルコ。続いて、外国人が住みたくない国ワースト8位は、トルコよ。トルコと言ったらマリサは何を思い浮かべるかしら？そうだなぁ。ケバブ。さすが。食べ物のことだけはよく知ってるわね。まあな。西洋の文化と東洋の文化がミックスしているトルコ料理は、世界三大料理の一つとして有名ね。美味しい食べ物がたくさんあるんだろ？移住するなら最高じゃないか。そうなのよ。それにトルコは親日としても知られているから、日本人が行くとみんな優しくしてくれるんだって。そんなにいい国なのにどうして人気がないんだ？働きやすさに原因があるの。HSBC 銀行が2021年に実施した調査によると、海外で働く駐在員が選ぶ働きたい国のランキングで、トルコは46カ国の中で最下位だったのよ。外国人の働き口が少ないことや、通貨の価値が安定していないことに理由があるようね。エルドアン大統領による経済政策の影響で、2017年からトルコの通貨であるリラの相場が安くなっているわ。為替相場が現地での働きやすさを知るヒントになるってことかな？そうね、現地での生活を考える判断材料の一つになるかもね。ワースト7位キプロス。それじゃあ、第7位を発表するわね。第7位はキプロスよ。キプロスか。確かヨーロッパの国だよな。キプロスはトルコの南海岸の地中海にある島国よ。少ないけれど日本人もいるわ。へえ、日本人って世界中のどこにでもいるんだな。言うは何しに日本へだな。逆それは日本に来た外国人。世界の村で発見こんなところに日本人、が正解ね。あらそうだっけ？まあ、いいわ。キプロスもトルコと同様、現地で働く駐在員からの評価が低く、働きやすさと給料に不満を持っている外国人が多いことがわかっているわ。具体的には、どんなことに不満があるんだ？労働時間が長いことに不満を持っているようね。キプロスにいる駐在員の 25% が、労働時間に不満を持っていると回答しているわ。これは平均の 16% と比べると高いわね。世界中のどこに住んでいても、仕事に追われてばかりじゃ、味気なくなっちゃうよね。さらに、雇用が安定していないという回答が世界で最も多く、22% が最悪の評価をしているの。給料に不満がある外国人は 28% と10人に3人近くいて、平均の 19% と比べると高いわ。現地の企業で働く場合は、その国の労働環境も知っておいた方がいいってことだな。その通りよ。ワースト6位日本。続いて第6位はなんと、第6位が我らが日本よ。ガーン。やっぱり日本もランクインしてたのか。マリサ、ショックだったかしら？ショックだよ。だって日本は清潔で治安もいいし、親切な人が多いだろ？外国人の方は日本のどんなところが不満なんだ？日本に移住した多くの外国人が、日本文化に馴染めず、コミュニケーションが取りづらいことを理由に挙げているわ。言われてみると、なんとなくわかる気がする。複雑な敬語や空気を読む文化は、日本人でも習得するのが難しいもんな。外国の方が慣れるのは大変だと思うぜ。日本の文化に馴染めなくて海外に移住する日本の若い人も多いからね。個性を伸ばすと歌いながら、出る杭は打たれたりするもんな。日本人は内向的な人が多いからか、勤務先の人を家に誘ったり、休日を一緒に過ごすことはほとんどないわね。外国人は仕事で知り合った人をホームパーティーに誘ったり、仕事相手であっても友人として付き合うことも多いの。だから日本にいる外国人の多くは、いつまでも日本人から誘ってもらえなくて疎外感を感じているみたい。日本人に悪気があるわけじゃないんだけどね。乗り越えるのが難しい文化の違いがあるってことは、知っておくといいかもな。
そうね。外国人の人が働きやすい社会に少しずつ変わっていかないといけないわね。ワースト5位エジプト。ここからは日本よりも下位のランキングよ。ワースト5位はエジプト。エジプトと言ったらピラミッドだよな。古くから文明が栄えた場所ね。それじゃあ、考古学の研究のために滞在してる日本人が結構いるんじゃないかな？日本人は755人いるわ。それほど少なくはない印象ね。エジプトに移住した外国人はどんなところに不満を持っているんだ？生活の質が良くないのよ。特に通信環境が悪いことに不満がある外国人が多いの。エジプトは通信環境が悪いのか。これを改善すれば、海外の人も住みやすくなるってことだな。そうね。イギリスの通信会社サークルループが、デジタルの窓が働きやすい国を調査しているんだけど、エジプトは85カ国中78位だったわ。へぇ、日本は85カ国中、何位だったんだ？日本は33位よ。普通だな。調査は、その国の回線速度通信速度通信にかかるコスト、平均的な家賃、ワーキングホリデービザの有無、移住者の割合などを元に評価されているのよ。アフターコロナの働き方を考える上では、デジタルの窓が働きやすいかどうかも、移住先を検討する指標になりそうなのか。そうね、感染症が広がり出した2020年には、多くの国がワーキングホリデービザを導入することにしたのよ。これには観光産業の減収分を補おうという背景があるの。だけど、エジプトにはまだワーホリビザはないのよ。どこの国も、経済を回さないといけない状況は変わらないってことなんだな。ワースト4位ロシア。では続いて4位を発表するね。4位は、ロシア。おプーチン大統領のロシアか。ロシアは移住する以前に、入国しづらいイメージがあるぞ。日本人にとっては短期間の観光にもビザが必要とされる数少ない国だからね。日本人は、長期滞在してる人はいるけど、永住者は少ないみたいだな。ロシアは、言語の難しさが多くの外国人を悩ませているそうよ。公用語はロシア語なのか？英語じゃ、ダメなのか？英語じゃダメみたいね。現地ではロシア語を使えないと不便なんだけど、ロシア語は習得するのが難しい言語として有名なの。日本語はかなり難しい言語だって聞いたことがあるけど、ロシア語も難しいとは知らなかったぜ。ワースト3位南アフリカ。さて、ここからワースト3を発表するわよ。第3位は、南アフリカです。おお、2010年にワールドカップが開催された国だよな。懐かしいぜ。そうね、日本人の移住者の数はロシアの半分くらいね。アフリカ諸国の中では経済的に豊かな国なんだけど、外国人にとって働きやすい環境になるためには課題があるのよ。どのような課題があるのかな？収入と治安に課題があるわね。現地に駐在している外国人の3人に1人以上が、十分な収入を得られていないと回答しているわね。特にひどいのは駐在先の治安で、安全だと感じている駐在員は 24% しかいないのよ。それは、怖いんだぜ。移住先が安全な国かどうかは、すごく気になるよな。外務省の渡航安全情報によると、首都のケープタウン周辺だけが危険レベル1だったわ。レベル1は十分に注意してくださいっていうレベルなんだけど、殺人強盗殺傷等の凶悪犯罪が依然として高水準で発生していますとも書かれていたの。危険レベルを引き上げた方がいいんじゃないかしら。移住先を検討するときは現地の人の肌感覚を信じた方が良さそうだな。ワースト2位イタリア。そして気になる第2位ね。第2位は、なんとイタリアよ。イタリア？なんでだろ、日本人に人気の国だろ。イタリアンは美味しいし、ワインも美味しいし。私もイタリアの料理は大好きよ。もちろん、ワインもね。日本人に人気の国だから、移住してる方も大勢いるわ。おお、永住してる人も多いな。そうね。なんでワースト2位なんだ？移住した外国人の多くが、イタリアは労働条件が悪いと回答しているわ。今の仕事に不満がある人が 31% というのを見ると、あれ少なくないって思ってしまうけど、世界の平均は 16% なんだな。世界の標準を知ると、日本人の私たちが、いかに社畜として飼いならされてしまっているかわかるわね。これをブラックユーモアとして笑い飛ばせていれば、まだマシなんだぜ。また、イタリアでは外国人が仕事に就くのは大変なんだって。56% の人が現地での就職の機会がないと回答しているわ。収入に不満があっても、より良い就職先がなければ同じ職場で働き続けるしかないもんな。そしてお待ちかね第1位を発表するわよ。外国人が住みたくない国ワースト1位は、どこなんだぜ？ワースト1位は、なんとクウェートよ。第1位、おめでとう。
って、これ、不名誉なことだよな。そんな不名誉なクウェートに移住している日本人は、159人よ。さすがに少ないわね。それでも、世界各国に日本人がいるのは心強いぜ。クウェートは全てのカテゴリーでワースト5位以内にランクインしているの。生活の質、移住のしやすさ、働きやすさ、生活にかかるコストもね。移住のしやすさでは、多くの移住者が現地の文化に馴染めず、現地で友達を作ることが困難だと回答しているわ。外国に住んで、周りに友達がいない状況は辛いな。人間関係は、お金以上に人生の幸福度を左右するからね。だから多くの駐在員がクウェートは移住するには不向きな土地だと主張しているのよ。働きやすさのカテゴリーでは、ワークライフバランスに不満がある人が 34% いて、平均は 17% だから2倍も多いわね。日本の現状と課題、仕事とプライベートのバランスが大切という価値観は、日本でもだいぶ浸透してきてるよな。そうね。でも外国人にとっては日本人以上に当たり前のことなの。外国人が住みたくない国のことを知ったら、住みやすい国がどういう国なのかも想像できるぜ。あら嬉しいこと言ってくれるじゃない。多様性という言葉をよく耳にするようになったけど、日本はまだまだ遅れているのかもな。日本にいる外国人を何パーセント増やそうとか、そういうことを議論する前に、日本人がオープンマインドになることが大切なのかもね。多様性を受け入れるのは、言葉で言うほど簡単じゃないかもしれないけど、多様な人が行き交う国の方がワクワクしそうだな。そうね。今回の解説はどうだったかしら？気になったことがあったらコメントを寄せてちょうだいね。みんなからのコメントが励みになるんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。